5日、正式に発売となった新型スズキジムニーと新型ジムニーシエラはすでに納車まで半年以上待つという人気ぶり。20年ぶりとなる新型は設計に4年以上かけ、軽量化やアクティブセーフティ機能など細部が新しくなっている。 初代発売からは実に48年というロングセラーカーのジムニー。四代目となる今回の新型ではジムニーの原点回帰を設計コンセプトにアクロ、山岳ロ、積雪ロでもプロの作業者から山間部の生活の足。 趣味の領域まで納得できる本格 4WD を目指したという。スクエアボディはピラーが視界を遮ることもなく、車室内のユーティリティスペースを最大限にする。ヘッドライトなどのアイコンはしっかり踏襲し、 ジムニーらしさはむしろ初代に近く、健牢なイメージになっている。助手席正面、ダッシュボードグリップが、車高の高いジムニーの乗り降りをサポートしてくれる。センターコンソールのスイッチ類も作業グローブをした。 ままでも操作しやすいように大きく、しかも分割して配置されている。フロントシートは2つともセミバケットタイプとなり、アクロでも一定のホールド性を保つ。ステアリングにはチルト機構も備わり、 どんなドライバーもベストポジションを保てる。リアシートと助手席を倒すと、ほぼフラットな過失空間を作ることができる。嬉しいのは、リアラゲッジ部に何箇所もネジ山が切られた穴が、 開けられており、ラチェット式ベルトやラッシングベルト、カンガルーネット用のフックを取り付けられる。オプションで専用フックも用意されているが、アンカーボルトを取り付ければ、カラビナも利用できる。過湿を上下2段にしたい場合は、これらの穴を利用して、 ハードタイプの棚を渡したりできる。ウィンドウの上縁からルーフまでの間に空間もあるので、突っ張り棒などを利用すればルーフ空間も活用できる。アクロ走破性については ESP によるトラクションコントロールのほか ブレーキ LSD、ステアリングダンパー、複変速機方式のパートタイム 4WD など、新技術から、ジムニー伝統の技術まであるが、ここでは、ラダーフレームについて取り上げたい。初代からのラダーフレーム採用は、クロスオーバー SUV や、乗用車ベースの 4WD とは一線を画す、本格 4WD たるゆえんだ。 四代目では、素材にハイテンコを採用し、軽量化と合成アップを実現している。なお、ジムニーとシエラでは、エンジン排気量、ボディサイズ、重量などに違いはあるが、フレームは共通だ。ミッションマウントがあった。 センターメンバーは、パイプを X 字に組んだメンバーに交換され、さらにエンジンした、リアエンドにクロスメンバーが追加されている。追加メンバーによりねじれ剛性が、従来型より1.5倍アップしている。 三輪クリジットアクセルとともに、いわば、うねりや深い立地でも、安定した走行が可能だ。シフトレバーは、メンバー、1点と、ミッションケース、2点で固定され、振動を抑える設計となっている。先代は、ミッションケースのみで4点。 エンジンミッションマウントは3点、うち1点は X メンバー。これを強化マウントにすれば乗り心地は多少犠牲になるが、エンジンレスポンスとシフトフィーリングが向上しそうだ。 ボディマウントはフレームに8カ所取り付けられている。ゴムの形状を工夫することで、縦方向は柔らかく、横方向は硬く動くようにしている。 走破性と乗り心地を両立させるためだ。フレームの合成アップとともに、高速道路や舗装のワインディングで安定感が違ってくる。 新型ジムニー及びジムニーシエラは、先代のラダーフレーム構造や、複変速機方式パートタイム 4WD など、エッセンスは、引き継いでいるが、サイズ、形状などは、新設計だ。また、サスペンションなども、基本構造は変わっていないが、取り付け位置、ジオメトリは変わっている。 したがって、残念ながら、先代のチューニングパーツで流用できるものは少ない。現状で正確な判断は難しいが、新型の特徴を最大限に生かすには、専用パーツによるチューニングがベストだろう。初代な軽ロードスターの 聖地ノーマルにこだわるなら